どうも芸人×フロスピエースでございます。吉本芸人王の高井と申します。よろしくお願いします。今日はね、盛りだくさんの内容となっております。まずねリアタイをやります。はい、リアタイをやってその後に、この S ランク 30% 契約書、これね、メインサブアカ両方引いていきたいと思います。そして最後こちらのガチャ、1回無料ですね。これ S ランク確定です。はい、これ熱いですよ。これを引いて、終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、これもまあガチャの方もねメインサブアカ両方引いていきます。さあ早速リアタイ行きましょう。昨日ねリアタイちょっとやってないんですけど、僕ね1日空いた方が結構強かったりするんですよ。でローテーションの関係で今日はちょっとねムーア投手ちょっと疲れ気味の疲労が抜けてないムーア投手が、先発でございます。はい、だからねまあ1回で終了かなムーア投手は。ムーア投手はちょっと1回でで2回に中継ぎ抑えの選手を入れていきたいと思います。さあ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 、いや久しぶりだなリアタイ。なんか1日空くと結構久しぶりすな感じしますね。全然ね、でも僕なんていうの、クロート8位ってめっちゃ強いんじゃないのこの人。いやちょっと待ってよ、強い人多すぎだって。この前も僕一昨日松井稼頭央選手にスリーラン打たれたんですけど、あの時もクロート何位とかですよ。いやもうやめてくださいよ、お願いします。もう強い人は本当強いからマジで。有原投手はね僕もゲットして今先発ローテに入れてますからね。有原投手はめっちゃ扱いやすいですよ本当。さあ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 、とはいえ勝ちに行かなければならないのが僕でございます。行きましょう。フォークかな、フォーク来るかな。ナイバッチじゃないこれ、めっちゃナイバッチじゃない。オッケー、いいよナイバッチ。丸選手いいな。いやーミート93いいよ。もう川端選手特訓マックスいったから、はい、特訓マックスしたから。ナイバチじゃない？うわー、読んでたけどな、読んでたけどな。まあ、ここは通信ファストだろ、ここら辺に。多分。さあ、2球目は何か。あ、そっちね。まあまあまあ、わかりますよ。もう、有原投手はもう、お見通しですよ。ナイバチじゃない？ナイバチだと思いきや、そうでもなかったというね。そのね、通信も結構俺、打てるかもしんない、今日。ここはフォークだろ多分。フォークを狙う。あー、うっそー、狙ってダメなの。狙って打てなかったらもう打てないでしょ。さあさあさあ、疲労が抜けないムーア投手でね。いや青木選手のエスカーなんかかっこいいな。ちょっと疲労が溜まってるとかありえないっすよねマジで。ローテーションの関係でね。微妙だなやっぱり。まあね1回持てばいいっすよ。1回持てば本当にいい。ここぐらいにちょっと微妙にツーシーム、そんな曲がらないツーシームを入れて、ここでねなんとカットボールが入ってくるんですね。ほらこれは打てないっすよね、いくらクロートの人でもね。これツーシームだと思いますからね。さあここはちょっと柳田選手はちょっと抑えたいな、怖いけど。 OK よ、ナイス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 。グラシアル選手か、ちょっとなんかもう打ち気になってるから相手の人、ちょっと打ち気をそらした今のナックルカーブは、通用しませんでしたと。はい OK よ、ナイスピッチじゃない、 OK 取れるでしょ、ナイス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 アスト。さあ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 、いいよいいよ、ムーア選手交代です。もうありがとうございました。さあ若大将行きましょうよ。さあ今日も1本お願いします。フォークはもうね読んでますよ、そこの高さはね。いやストレートが僕ツーシームだと思った今、読めなかった。多分ねスローカーブとかそこら辺、おーツーシーム、ツーシームはえぐいなやっぱり。あー今のはもう完璧に振っちゃダメ、今のフォークは振っちゃダメ、ボールだったから今の。さあフォーク来い、フォーク。あー
それも振っちゃいけないんだよな。今のはもうだって反応できてないもん、ストレートに。フォークですよ、フォーク待ってるんですから。さあ縦スラね、縦スラとフォークの使い分けですね。うん、ここのツーシーム、あーくそー、ここのツーシームは打っちゃいけないってことかな。さあ村投手交代です。でよく頑張りましたよ、もう交代ですよ村投手は。ここはちょっと宮西選手行こうかな。初登板かな宮西投手、多分ここのね、やっぱ曲がるスライダーと曲がらない、曲がるスラーブと曲がらないスラーブの使い分けですよね。はい、 OK、 ナイス。これめっちゃ打ちにくいですよね、ほんと。ここも曲がるスラーブですね。で曲がらないスライブをちょっとここに投げ放り込んで、オッケーよー、宮西投手、ナイス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 。うわ、侍ジャパンの園崎選手だ、かっこいいな。ここのスラブ微妙に、あーダメだ、全然ダメだ。ここは入ってくるスラブをちょっと投げ込みますか。うん、よいよいよ。でここ1球ストレートで、オッケー。いや、いいね、いいね、いいね。ピッチングいいよ。今日いいよ。みんないいよ、なんか。さあ、浅村選手の A なんで、ここは交代で、ここはやっぱり一番頼れる代打の男といえば、そうです。龍馬です。はい。もうね、龍馬って呼んじゃってる。もう下の名前で呼んじゃってるから、僕。うん。もう龍馬は愛着あるよ。龍馬はいいよ。龍馬が行く。行こう。フォーク狙い。おお、交代っすか。交代だと厄介だな。うわ、もう超厄介だよ。山本由伸投手がマジ厄介だから、これ本当に。ああ厄介、これ厄介、マジで厄介。ナイバスじゃない、嘘。オッケー、龍馬、もう一回戻ってこないか。1点止まりが大きい。いいよいいよ、ナイス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 、いいよ。龍馬最高じゃん、龍馬。ここは天使交代でしょう。ブラッシュ、さあブラッシュ行こう、ブラッシュ、ブレブレブラッシュ、ブレブレブラッシュ。さあここはね、もうストレート狙いでいいかな。ストレート来るんじゃないかな。あー危ない危ない危ない、またフォークみたいなの来るかな。ちょっとキワキワに投げてるな、この人。ちょっと、あーちょっと今のはね、絶対今のは絶対仕留めないといけないな。あー、いや今もう完璧読んでたよ、読んでた読んだ。オッケーオッケー、今のはもうしょうがない、しょうがない。ツーシームに対応できなかったということでしょうがないですね。ナイピッチだな。え、うっそ、全然落ちなかった。うわ、やば、縦カットやばいな。オッケー、いいよいいよ。いや次絶対通信ファーストでしょ。違かったいやーやばいな。さあ丸選手行こう、丸選手頼むよ、もう2点欲しい。しょうがない、それはもうしょうがない。え、ユニフォームめっちゃ汚れてんじゃん、丸選手。な、何があったっけ。うん、オッケー、いいよいよ。ツーシーム来るかな。あー、ツーシームじゃなかった、カットボールだった、見逃せばよかったな。さあ5球目は何か。オッケー、いいよ。さあ行こう、オッケー。あー、ちょっと早すぎた。ナイバッチ、オッケー、見逃さなかった、ありがとうございます。オッケー、これはもうもらいました、ありがとうございます。いや、これは相手も悔しいですよ、絶対これは悔しいと思いますよ、本当に。嫉妬は悔しいよ。あー、ツーシームかよ。
オッケー、やるしゃー、いいよー。さあさあさあ、まあ、でもまだ終わったわけじゃないんでね、全然わからないですからね。まあここは井上選手でいこう。でね、ここはもうやっぱり森選手かなって思います。あ、森投手かなって思います、僕は。うん、やっぱ森投手で行くべきなんじゃないかなと思いますね。ここはもうちゃんと抑えて、ゼロに抑えて勝ちたい。オッケーよ。おー、入らないか。オッケーよ、ナイス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 。オッケーよ、よ、まあ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 、うーん、しょうがないしょうがない今の。これね、無失点で抑えたいって思うべきか、それとも2失点は3失点はいいよと捉えるべきか、ちょっと難しいところではありますよね。いやー、今のはミスったな。まあ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 、しょうがないか。うん、今宮選手か。あ、ちょっと早い、ちょっと早い、大丈夫。 OK、 いよいよ。ここのストレートどうですか。 OK、 ナイファースト。え、嘘、やば。え、マジっすか、えぐいな。ここはここのストレートでちょっと詰まらせたい。オッケーよ、ナイス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 。ここのカーブどうすか。うーん、入ってこない。ここはフォークで入れる、フォークでショート。マジでやばいやばいやばい、ちょっとやばいじゃん、マジでやばいよこれ。このカーブ入った、入らない、やばいやばい、全然やばいよ。ちょ、森投手えぐいよ、ちょっと。オッケー、ショート。え、いや今643でいけたんちゃうの今。さあここはもうキワキワのストレートで、いやいやいや、しょうがないしょうがない、早い、ちょっと。うん、ちょっとやばいな、全然ダメだ。ちょっともうピッチャー交代、ピッチャー交代だよ。もう麻酔選手、麻酔投手行こう。フォーク狙ってると思うんですよ。ここは相手のストレート。オッケー、やりました。よっしゃー、ナイス。危ない危ないよこれ、めちゃめちゃ危なかったっすよ。むしろあの失投を丸選手がホームランにしてなかったら、これ負けてましたよ多分。いやー、丸選手、ナイスバッチ、ナイスバッチ。オッケーオッケー、いいよいいよ。ナイスバッチです、あなた。ありがとうございます。いやー、なんとか勝てました。クロート8位の人でしたっけ？結構、やっぱ強いですよ。うん。ただね、ナイスゲームということでございます。ありがとうございました。さあ、皆さん、お待ちかねの、S ランク 30% 契約書と、ガチャですね。早速ね、まずメインの方を、S ランク30%とガチャ引いていきます。で、それ終わったらサバーが引いていきますんで、よろしくお願いします。さあ、まずこの 30% の確率に勝ちたい。いきましょう。うん。もうさっといこう。もうね、アラブ人出てきてくれ、最初に。最初にアラブ人来い。おっ、よし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 。確定です。ありがとうございます。確定来ました。ありがとうございます。もうこれで、まず 30% の確率には勝ちました。ありがとうございます。誰が来るかですよ。ここなんですよ。面白いところは。来い、マジで、よっしゃやったー、ありがとうございます。坂本選手ゲット。これめっちゃ神引きでしょ。あざっす、坂本選手、あざっす。 OK です、もう最高なの 出ちゃいました今。はい、もうスタメンですよ坂本選手。ありがとうございます。さあ、そして、
プロスピエースマンスリー感謝祭10連プレゼントスカートお一人様1回 S ランクかか、決定ですね。いきましょう、引いていきましょう。いや本当にマジ坂本選手の興奮冷めやらないっすよ今本当に。おーいいね、調子くんレッツゴー、いいよ調子くんレッツゴー。これ青く光るんすかね、やっぱ S だから。あ、光らないか。まあでもね、確定ですから。もうピカーンって光りますよ、ピカーンって。いや、光んないの、光んないんだ。さあ、10連目から投げてくんの、宮崎選手、中井選手、角中選手、住谷選手、酒井選手、石川選手、重信選手、井口選手、竹内選手。さあ最後いきますよ、皆さんいい選手来い、頼む。ちょっと待ってください、そう55号って言うんですか、これ、なんて言うんですかこの人。うわー、ちょっとリアタイ的にはな、リアタイ的には厳しいかな。ソーチャーホー、ソーソンチャーホーさん、めっちゃいい成績じゃん、ソンチャーホーさん。まあでもこれミキサーにかけるかもしんないですちょっとわからないですけどね。まあ S 結構溜まってきてるんでね、うん、ありがとうございます。まあ僕はね、このソンチャーホーさんが出ました。ソンチャーホーさんだっけ、そうですね、ソンチャーホーさんですよね。はい、出ました、ありがとうございました。まあまあまあ、でもいいですよ、無料でもらえるんですから嬉しいですよ。それより僕今坂本選手がめっちゃ嬉しい、マジでありがとうございます、超嬉しいんですけど。マジでこれ当たりでしょ、どう考えたって。何ですか、 30% 契約書で坂本選手ってなかなかないっすよね。あざーす、うわーめっちゃ嬉しい。もうすぐショートのレギュラーです、明日から、明日からもうレベル上げてレギュラーです、ありがとうございます。ということでね、こっちは坂本選手が S で来ました。でそして確定の方は、ソン・チャーホーさんが来ました、ありがとうございました、ね、ではサブアカの方行きましょう。さあ、サブアカの方やってまいりました。メインの方はもう神引きでしたね、坂本選手来ましたから。こっちはどうか、まず 30% の確率に勝たないといけないです。さあサブアカの方行きましょう。いやもう坂本選手めっちゃ嬉しいな。さあまずアラブ人来い、アラブ人来い、アラブ人、あーお来た来た来た、確定よ、めっちゃいいじゃないですか。 30% でこっちも来ましたよ。いやえぐい、誰かな、めっちゃいい選手欲しいな、いい選手欲しい、とにかくいい選手が欲しい、来い。マジ大野雄大投手、よっしゃ、 S30% めちゃめちゃ神引きじゃないですか。大野雄大投手マジで嬉しいんですけど、マジで大野雄大投手普通に嬉しい、ありがとうございます。即先発で使わせていただきますよ、大野雄大投手は。だってめっちゃ強いでしょ。リーグで今誰だろう、あ、もう先発めっちゃ揃ってんな。いやでも大野雄大投手は絶対使いますよ、ありがとうございます。はい、ということでね、次、マンスリー感謝祭行きたいと思います。いやマジで大野雄大投手めっちゃ嬉しいんだけどさあこっちは誰が行きましょう。まあいい選手欲しいな。いやでもね、メインサブアカ両方 S30% 神引きでしたね。青に光れ、青に光らないね、青に。まあでももう S ランクは確定ですから、ピカーンですか、ピカーンですね。二歩選手、大山選手の A 嬉しい、ありがとうございます。酒井選手、原口選手、宮西選手、多いですね。福留選手、三妻選手、グラシアル選手。さあ最後です、宮国選手、最後いきましょう。10連目誰だ、いい選手来い。おー、石山大我選手、ありがとうございます。石山大我選手、あーどうなんすか、あーでも結構強いな。うわ、縦スラフォーク出た、これリアタリ使えるんじゃないですか。2種あるから、石山大河選手じゃないか、大地選手か、申し訳ございません、ありがとうございました、ありがとうございます。いや石山大地選手、ありがとうございます。いやということでね、いやでもね、僕やっぱり今回は S30% の方の神引きがすごかったですね。マンスリー感謝祭の
10連より全然神、S30% の方が神引きでした。坂本選手と大野雄大選手なんて最高でしょ。ありがとうございます。まあ僕も大野っていう名前なんで、ぜひとも大野雄大としてはどっかでね欲しかったんですよ。あれは本当に嬉しいです。ということでね、本日の動画以上となります。盛りだくさんの内容になってしまいました。もしかしたらねちょっと20分超えてるかもしれません。申し訳ございません。ということでね、本日の動画以上となります。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方でぜひぜひね、お寄せくださいコメント、何でも返信します。よろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。